小林正恵は日本の政治家。衆議院議員、新党絆副幹事長、自由党静岡県総支部連合会代表などを歴任した。静岡県静岡市清水区出身。清水市立浜田小学校、清水市立第三中学校、東海大学第一高等学校卒業。1994年3月。 東海大学教養学部国際学科卒業。ニューヨーク州立大学バッファロー校へ留学。その後、ハイオ州立大学大学院政治学部に合格するが、進学していない。帰国後、衆議院議員と参議院議員を務めた松田和尾の事務所に勤務した。2008年、小沢一郎政治塾を第7期生として終了。2009年3月29日の 静岡市議会選挙に無所属で出馬するも再開で落選した。2009年8月30日の第45回衆議院議員総選挙に比例党会ブロック単独39位で立候補し初当選。2011年2月17日民主党政権交代に責任を持つ会に入会。平成23年度予算案の衆院本会議に欠席した増反16人のうちの一人。 2011年12月28日に民主党に離党届を提出した。2012年1月5日に内山明らとと共に新党絆を結成し、党務担当の副幹事長に就任した。2012年11月、国民の生活が第一に合流した。同年12月16日の第46回衆議院議員総選挙に、 日本未来の投稿人で静岡4区から出馬するも落選。2018年には、日吉裕太の離島後空席となっていた自由党静岡県総支部連合会の代表に就任したが、その後日基地の自由党副党に伴い12月上旬頃に退任している。ありがとうございます。